あ、ミスターマイアさん、いつも連絡ありがとうございます。そして動画をご覧の皆様もこんにちは。あと、ミスターマイアさんの動画を見るとですね、今回は再生数が、再生数っていうか、グッドが3ぐらいついてて、再生数が9になってましたね。もう私が見る前に、こうやって他のファンの方が真っ先に見ちゃってるんですよね。素晴らしいと思います。まあそれで今回結果報告をいただきましたあ。ちょっと総評をね、させていただきます。まず動画の本数が20日になって170本ってことは、残り10日間で130作るってことになってきますんで、ちょっとね、作るのが 目的になってしままう件はあると思いますけども今回ね作るのが目的になってもいいんでまずは1ヶ月で300本ここをね突破することを目標にしてみていただきたいと思います。まあ仮に行かなくても行ってもどっちでもですねそこでなんかね 一定定の評価を確定させるんではなくて徐々にこうやって目標値が定まっていくってことに考え方を変えていただきたいと思います。300本でいけるなと思ったら今度400本にするとかね300本難しいなと思ったら次の動画本数をまずは200本設定にすると安定して200本を生活の中に作ることをどん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 ,どん織り込めるようになったらまた次のフェーズでですね頑張って300本を目指すみたいなので徐々に、えー、量産するそのタイミングとかペースを 作っていただきたいと思うんですよ。 で今回300本作ったけども、次の月からね、100本になっちゃったら全く意味がないんで、あの瞬間的に無理するときはあってもいいと思うんですけども、その無理はね、続かないってことで、自分の力量ってものが、あ、月に何本なのかなってことをつかむのがスタートラインになっていただければいいんではないかなと思います。えそれからですね、動画の再生数が7955本で、これね、目標値が、だから月間で1万再生ですか。これはあの十分な目標値になると思いますので、え動画の作成本数とかにかかわらず、 1>, 1ヶ月で1万再生されてるかなどうかなってことを軽く感じながらやっていただければいいんじゃないかなと思います。これも1万がですね、1万前後でいいですからね。だから9000とか1万1000、このぐらいの1割のね、まあ、プラスマイナスの差もだいたい1万ってことで認識していただければいいかと思います。1万ぴったりとかね、1万前後にもうタイムラグがないぐらい正確にってことじゃなくても、 9000再生だったらまあ1万かなと評価していただいたりとか、1万1000でもまあこれも1万だよねっていう風なね、ちょっとね、こういう風なフレフーバーをね、持っていただければいいんではないかなと思います。チャンネル登録者数の数が13人の登録をいただいているということで、今月中にあと17人いただけるかちょっと難しいと思いますんで、今回はですね、このチャンネル登録者数を増やすためのちょっと施策をですね、お話ししようかと思います。えー、前回もですね、チャンネル登録者数を増やすためには企画を募集したりとかね、それから他 他の人の人コメントに書き込んでいってそこで関わりを持って自分のチャンネル登録に誘導するという形を取るっていうのもありましたけどもこれはいずれにしても時間がかかるんですよ信頼関係を構築しないとアイディアをお願いしますってことも悩んないですし信頼関係をコメント欄で構築しないとじゃあ あのいつもコメントを書いてるあなたの動画を見に行きますよってことにならないんですよね。そういうことを考えると、やっぱりね、別の方法でやっていくことになります。本当はね、短期的に撮るって方法は進められないし、そんなにうまくいくことはないんですけども、私の場合は短期的にチャンネル登録者数を増やす方法も用いながらやっていました。 えー、例えばですね、えー、ちょっと前なんですけども2017年から2018年に私は5000人ぐらいのチャンネル登録者数をお半年ぐらいで頂い,いたんですけどもそれはねどういう報道をしたかっていうと当時、えー、暗号通貨っていうのが結構流行っていて ICO っていうのもね結構バブルだったんですよね。 でそういうことに対しての情報発信をしましたその情報発信のやり方は簡単です暗号通貨のメールマガジンを取って無料のやつがあるんで登録してそのメールマガジンが届いた瞬間にそれを動画化するってことを繰り返したんですよねそうするとメールマガジンを読んでない方は私の動画からだったら情報が取れるんでチャンネル登録をしてくださるってことになりますしメールマガジンっていうのは毎日発行してくださるんであのど,れどこの誰か分かんないですけどね毎日ネタが届くんですよ で、そのメールマガジンを私は動画で読み上げてるだけなんですよいつもいつもそうですよでたまに自分なりの解釈をお届けすることもやりましたけどもその解釈が面白いねって言ってくださる方はいまだに付き合いが続いてるんですよただ暗号通貨を、えーま、取り組んだ時に私の情報を取って今暗号通貨興味ないですよって人は極端な話私の動画から今離れてると思うんですよね、まあ、そういう形で流行ってるものにしっかりと乗っていくってことがこれはいつの時代も大事だと思うんですよ で、流行ってるものが見つかんない方は芸能ネタとかスポーツになってきますけどもこの芸能ネタのスポーツっていうのはライバルが多くって自分のところに来るかどうかっていうのは非常に不明確なんですよねチャンネル登録をする方の立場になってみても1人か2人チャンネル登録すれば十分なんでそんなにたくさんの人が似たような情報を流してる中で全部を登録しようと思わないわけですよ、まあ、そうなると大事なのは自分なりの解釈で えー、スポーツや芸能のことが話せるかっていう風なねレポーターみたいなジャーナリストみたいな能力が必要になってきますけどもこれは最初から狙うのはいきなり難しいですまあですんで、えー、そこはトレーニングがいるところなんですけどもとりあえずですね流行ったものにやっぱ乗っていくってことは大事だと思いますその場合にタイトルとかねタグっていうのも変えることになりますよねじゃあ今流行ってるものは何かなってことになりますけども何だと思いますかちょっと考えてみてください流行ってるものね急上昇ランキングとかね Google キーワードみたいなんで、あのー、今流行ってるキーワードっていうのを出すことができるんですよ。それを使ってもいいかもしれないですよね。Yahoo のトップページで出てるものっていうのは閲覧数が多いわけですから、そういったアクセスの集まりやすいものに対して自分でも論じてみる。これもいいかと思います。えーまあ、最近ね、日本では政治ネタっていうのが割と SNS で頻繁に、えー、アップロードされるんで、結構ね、あのー、YouTube の中で、y o u t u b e ジャパンの中で政治ネタ、N 国党とかね、れいわ新選組って流行ってるんですよ、実は。 で、自民党とか共産党とか他ネットメディアではほとんど出てこないんですよ。テレビメディアばっかりなんですよ。ということは、SNS、YouTube で、れいわ新選組や N 国党ってものをやると流行るってことなんですよね。で、実際それをやりながらアクセスを取ったりとか、チャンネル登録者数を増やしているという側面が私にはあります。うんまあ、激増はしないですけどもね、確実に増えますよね。あのー、毎日数人という単位では増えております。私の場合はそうなんですよ。 私の場合はもうね結構1万人前後になったところからまだ増えてるってことなんで少ない方はもっと増えると思うんですよチャンネル登録者数の方があの数百人っていう方はもっと増えやすいと思います逆に数千人とかになってくると増えにくくなってくるんですよねまあそういったあ感じもありますけどもね、えー、参考にしていただければと思います、えー、チャンネル登録者数っていうのはやっぱりトレンドってものを意識すると増えやすいということでございますねで一定期間そのトレンドシリーズを作ってみるといいと思うんですよ えーとまあ、アメリカで、ね、ハリケーンっていうのがありましたよね。じゃあハリケーンシリーズでそのシーズンにやるとお結構流行るとかね。で今、あのーあれですよね、ハリケーンないですよね。 ハリケーンから学んだことみたいな感じでハリケーンが来てない時に災害が起きてない時にどんな準備をすればいいのかってことで防災グッズとかねそれから水の備蓄を自分の家の倉庫に3ケース5ケース10ケースやってますみたいなところとかねそういうふうに日々できることっていうのもいいかと思いますこの辺はねちょっと言いにくいのミスターまゆめさんのお住まいのところで流行ってるところとかフロリダ州でトレンドが起きてることっていうのは私まだ掴んでないんでじゃあこのシリーズどうですかってことがないんですよ。 うん、どうですかねディズニーランドでなんかオフィシャルホテルで安く泊まれるシリーズとかあなんかインスタスポット特集とかね日本だったら花火のシーズンに花火の綺麗な動画をたくさんたくさんね出すだけでチャンネル登録増えたりするんですよこれ本当にねあの花火って画像がいっぱい落ちてるじゃないですかその画像をスライドショーみたいにつなぐ動画を作って音楽つけるとこれチャンネル登録者数の方増えるんですよあとは名言ですね、うん、あ名言がいいかもしれないですね あの名言シリーズってのを作ってジョージ・ワシントンの名言とかリンカーンの名言とかね映画スターの名言とかってのをバーッと並べてですね名言が例えば1回の名言シリーズで10人の名言がパーッと並んで1分半みたいな動画をたくさん作っていくみたいなこれは結構やりやすいんじゃないですかネタがすぐ探せるしですよで運が良ければ自分の選んでもらえますしあのー 名言シリーズっていうのは現在ねチャンネル登録した方とか視聴を繰り返していらっしゃる方にも響くんですよなんだよこれって思われないんですよいきなり変なジャンル来たと思わないんですよ名言っていうのはほとんどの方に響くんで名言なわけですからねということはどんな属性を持った方にも響きやすいのが名言シリーズってことになると思います、えー、そんな感じでね、えー、とトレンドとかね名言っていうのを使ってみたらいいんでしょういいんではないでしょうかあーまたねメッセージください失礼します